こんにちは。こんにちは。中級メガネズです。さあ、今回はですね、今年も終わりということになりますし、まあ、ベストイレブンがいろんなところで出揃って、はい、まあ、公式ではない、僕らのベストイレブンみたいな。ごく私的。はい、ごく私的。で、それぞれに縛りがあります。まあ、川端さんはこういう縛りで選んでください。小糸さんはこういう縛りで選んでください。テーマがね、テーマが。はい、はい、僕はこういう縛りで選んでくださいっていう、はい、そういう縛りがありますので。はいはい、うん、早速やりたいと思います。僕からいきます。はい、今回、まあ、J リーグのアウォーズで選ばれてない、僕の場合ね、うん、選ばれてないベストイレブン、うん、プラス、まあ、この間ちょっとした企画でエルゴラストで、うん、あのベストイレブン選んだんですけど、そこにも入ってない人という形で僕は選んでいきました。ものすごい難しかった。どういう基準なんですか？最初にこのお題をもらった時に、ワクワクする人っていう風に来たのね。ほうほう、だって来なかったですか？なんか来ましたよ。来たよね。で、ワクワクするってどういう風にワクワクするかなって考えたわけ。ディフェンダーでワクワクするっていうのもいろんな人の捉え方がある。で、そのワクワクをどういうふうに捉えるかなというところで、まあ、一貫性を持たさなきゃいけないっていうことがまずあり。真面目ですね。え？何それ。いや、ワクワクするってもう完全に個人主観っていうか個人的な。そうそうそう、それでもちろんいいんですけど、でもそうなってくると、例えばディフェンスでワクワクする人って言ったら一番最初に浮かんだのはリュウホなわけです。なるほど。だけどあいつこの間エルゴラで選んだしなって言って外さなきゃいけないとなるわけです。外さなきゃいけない。かぶっててもよかったじゃないですか。そこは、それ、それは、それは僕の中の一応縛りがあるので、それはあえてかぶらないようにということで選んだ。はい、なるほど。前置きが長くなりましたが、とりあえず、はい、まあ、一人一人いきたいと思います。まずゴールキーパー、はい、これは村上です。おお、なるほど。いいですね。もうこの人はですね、ワクワク度というよりも、うん、こうドキドキを止めてくれた人みたいな。いいってみようですね、まさに。やっぱり今年の福岡は、それこそいろんな周期施設があって、どうなのっていうところからして、しっかりと一桁順位を取ったし、セーブ率も結構高いですよ、村上。高いんですよね。ね、やっぱりそういうところでは、はい、本当にドキドキを止めてくれたっていうところでは、もう彼は外せないなと。うん、いっぱいいい キーパーいますよ。うん、でもあえて村上を選ばさせていただきました。はい、なるほど。で、ディフェンス、僕あの変則の 3-4-3 なので、うん、言っておきます、ね。はい、で、ディフェンス、はい、ディフェンスは3枚です、はい、マリノスの小池、アントラーズの町田、うん、はい、札幌の福森、はい、ほう、で、この3人です。いいですね、このなんか人生で、この小池に関しては彼はワクワクします、はい、うん、まずはディフェンスなのに思い気のいい動き出しがもう何とも言えない。いや、もう走ってる。あそこ出てくるか分かんないように、うん、もう走ってるよ。なんか起こるかもよ、みたいな感じが見てて、これをね、俯瞰してみてほしいです。小池の場合は。うん、こう、遠くからちょっと彼だけを見てると、ボールがマリノスが切り替わって取った瞬間に、うわーって出てくる、その様を来年ぜひ見てほしいなっていう。うん、で、真ん中、町田。もう彼のやっぱりこう、フィード。まあ、高さとか、まあ、そういう関側に刺激され、うん、強さみたいなのもちょっと意識してるのかなみたいなことも感じるし、やっぱり左足にボールがあった時 そのフィールドのビルドアップの能力とか、そういうこと、うん、あとは、まあ、オリンピックには選ばれたけどもチャンスなくとか、やっぱりこれから先のことを考えてセンターバックではやっぱり彼は外せないかなと。あと福森、うん、もうこれは外せないですね。あんだけの、まあ、町田とちょっと近いですけど、あれだけの左足を持ってて、うん、ディフェンダーでゴール前にフリーキックでセットされた時に、まあ、エドワルドもすごいの決めましたけど、やっぱり福森も出てきた時にはこう歩いてのっそのっそ来る瞬間が多分たまらないだろうなっていう、あ、ワクワクがね、あの、のっそのっそ来るところのワクワクが、そう、はい、そこはたまらないだろうなっていうことで、うん、まあ、福森で中盤です。中盤はまあちょっとダイヤモンド的なんですけど、立花だアンカーで、右樋口で、左田中聡、で真ん中荒木、ちょっと小粒感は否めないんですけど、そうすか、そんなことないでしょ。体的にですよ。ああ、なるほど。体的に見た目だけね。確かに小柄ってことですね。サイズはそんなないですね、これ。はい、だけど、はい、やっぱり立花だは、まあ、半分
過ぎてからですけど完全にポジション取ったのは、そうですよね、あのデュエルのところと、あとあの運動量と、カバー範囲の広さ、もともとはもっと前でできる風な雰囲気もあったんですけど、最初はまあインサイドでやってたりもして、アンカーにはまってから彼の能力をまたなんか再認識したというか、まあ、これからも本当に伸びるだろうなというふうに注目していきたい選手。あとは樋口に関してはやっぱトスであれだけのこう、まあ、本当にゴールに迫っていくまでの道筋を彼なしでは多分作れないだろうと、まあ、銭湯とか小山とか、まあ、松岡いた時は松岡とか、まあ、いろんな選手がいる中で、やっぱり彼がチームの中心となってやっぱり力を発揮しているからこそ今のトスがあるなっていうふうに、まあ、キム監督のやっぱサッカーを具現化した一人という意味では、やっぱり彼を外した時のボールの回り方とかどうなるんだろう、やっぱりいるとワクワクするよね、どん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 前に運んでいるよねっていうのをすごく感じる、うん、で田中聡選手に関してはね、僕らは相当みんなでねいいぞいいぞって言ってますけどやっぱりもう何度も言いますけど、もう基準が違う、本当にパススピードとかそういうのの彼の中の基準が今までの選手たちの基準と違うっていうところがもう僕はたまらない。キックの音とかやっぱりそういうのでね、うん、今年試合に結構出たので来年以降もねこう中心になってくるといいなっていうふうに思います、うん、で荒木、もう荒木に関してはもうなんだろうね、10代で2桁ゴールを取って、でアシストの数も多いし、やっぱターンするうまさもあるし、なんかこれからどういうふうに大きくなっていくんだろうなっていうのをすごく感じます。これはちょっとこう本当に楽しみにしてほしいなっていうふうに思います。あとは関根、うん、関根はね、あのロドリゲス監督になってだいぶ僕の印象が変わって、ウイングでガンガン行く、うん、仕掛けるタイプだというふうに思ってたけども、インサイドでプレーすることがすごくうまいし、中に入ってきてのスルーパスもうまいし、なんかやっぱりそういうまた違う責任を見せてくれてるので、来年以降もそういうプレーがねどれだけ進化していくかっていう、やっぱり周りとのコンビネーションも良くなってきてるので、あとやっぱ男気がかりはあるっていうところもちょっとワクワクして、あ最後なんか涙したじゃないですか、いいですね、涙ね、 あ、 そうですね、あれ良かったですね、はい、ああいうのもやっぱりこう俺がっていう気持ちも芽生えてきてて、やっぱりそういうのもすごく感じました。でもう一人小柏、はい、彼もまあ、トップもできる、サイドもできる、まあ、シャドウもできる、まあ、代表にも選ばれてるんですけど、やっぱり飛び出すタイミングとかそういうのとか、やっぱり、まあ、プレスに関しても献身性とかやっぱりそういうことがあるので、前線でやっぱりかき回せる存在としては大きいかなっていうふうに思います、うん、でトップは柿谷です、うん、やっぱりワクワクといえば柿谷みたいな、うん、ある意味ね、ある意味あの最終戦のゴールなんかまさにそうですね、まあ、あれはすごかったな、で、はい、やっぱりああいうとこで持ってるのは多分大好きな人にはたまらない選手だと思うんですよね、うん、うわ何やるあいつみたいな、間違いない、やっぱりそういうところでやっぱり外せないっていうところはある。でここでちょっともう2人入れたい人がいたんですけど、うん、トップでかっこだ、はい、まあ、例えばお菓子屋トップにする柿谷がちょっと遠慮してもらうとなると、秋元をそこに入れたい、あやっぱりどこでもできますけど、秋元どこにで置いてもいいですけど、そうなんですよキーパーとかもやるんじゃないか、いや本当にね、あの野生で止めるような気がしますね、はい、いやでも本当にあんな選手いたぞっていうところからしていつでもフルにやってくれる、 100% でやってくれる、やっぱ監督にとってはたまらない選手。あと、まあ、ちょっとここはまあ僕的にぜひ入れてほしいのが、まあ、スーパーサブというところで一人、はい、やっぱコーターを入れてほしい、うんうん、水沼コーターいやスーパーサブとは言わずスタメンでいいじゃないですか、まあまあ、11人に入ってないんですか残念ながら1試合しかスタメンが入ってないのでなかなかここは入れづらいというところもあり、ただワクワク度は多分もしかしたら一番あるかもしれない、ね、いやいやありましたよ、最高でしたよ、はい、あのもう福岡戦のあのクロスなんか今季最高のクロスじゃないですか、前田大然のダイビングヘッドですね、あんな痺れるクロスないっすよあのそう出てきた時の多分みんなそうやってマリノスのサポーターの人は思ってると思うし、相手にとってうわ出てきやがったぜみたいな多分あると思うんで、やっぱりそういう存在の選手ってすごく大事だし、やっぱりもしかしたら一番お客さんを喜ぶかもしれないので、ぜひそこは入れてほしいなっていうふうに思いますね。どうですか僕のワクワクが止まらないベストイレブン、どうですか
どうでした？いや、すごいのはエルゴラッソのイレブンと違うのにここにこれだけメンバーが揃うっていうのが、いや、だから公式のやつとエルゴラのやつとそれでも両方に入ってないやつとっていうことですよね。そうです、そうです、はい、まあいろんなね、これに対して皆さん、まあ、コメント欄で多分何言ってんだよ、ふざけんなよっていう人もいるかもしれませんし、おーって喜ぶ人もいるかもしれませんし、ああ、まあ、僕はこんな感じで選んでみましたが、はい、なんか他に惜しくも外したとか迷ったとかなんかある？ああ、そういう選手、はい、それはですね、はい、パクイルグです。ああ、なるほど、あ、なるほど、ね、やっぱり、まあ、攻撃に転じた時の彼の能力はいろんなキーパーがやっぱり今そういうところにチャレンジしてますけど、やっぱり頭一つ二つぐらいは多分技術的には抜き出てるかなっていう、まあ、次回は北条さんということで、はい、北条さん、はい、よろしくお願いしますね、はい、お願いします。僕の回は以上です、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい。